山形県鶴岡市で起きた大規模な土砂崩れは、連絡の取れていない夫婦の捜索が続いています。こうした中、避難した住民に元日の1日寿司が届けられました。先月31日の未明に鶴岡市で発生した大規模な土砂崩れの現場では、連絡の取れていない80代男性と70代女性の夫婦の捜索が続いています。悪天候の影響もあり、捜索活動は難航しているということです。土砂崩れで周辺住民8世帯22人に避難指示が出されていますが、避難先のホテルにいる住民に鶴岡市は、地元スーパーと協力して1日3食の食事を提供することを決め、元日の1日は夕食として寿司が届けられました。被害に遭われた方に、少しでもお正月の気分を味わっていただきたいということで、可能な限りではありますけども、ご協力の方をさせていただきました。31日の、大変な中での事故ということで、そういう方々に元気になっていただければ、はい。